コシツェ・ムシナ線は、スロバキア国鉄の鉄道線の名称である。路線番号は188。1870年から1873年にかけて、現在の営業区間であるコシツェ・プラベチ間が開業した。その後1876年にムシナまで延伸した。スロバキアとポーランドの国境を越える路線である。プラベチー北の国境を越える区間には、 現在列車が運行されていないが、2019年6月29日に運行を再開する予定である。下記に系統が運行している。1時間に1本の運行で、大部分はコシテリパニカンの運行である。一部はプレショフイナンの区間運転となり、プレショフリパニカンは1から2時間間隔の運行となる。うち、週に往復のみがリパニチルチ間を延長運行し、 そのうち週一往復が185号線のスタラー、リボブニア方面に接続する。2018年以前は、プラベチチルチ間に列車が運行していなかった。以下では、スロバキア国鉄188号線の駅と、営業キロ、停車列車、接続路線などを一覧表で示す。2018年12月旅客営業再開。ありがとうございます。